本当に見せたい、見てほしい、私の口内炎の大きさ本当にやばいの。え、見てもいい？間違えた。見せてもいい？いい？ねえ、私の口内炎見てくれる？びっくり。こういうあのさ、あのショールームってフィルターかかってるからそんなにグロくは見えないと思うんだけど、ほんと嫌な人はあれしてよ。行くよ。これ、これ大きさわかんない？これ、これ、これ、これ暗くしたらわかんのかな？どうしてもどうしてもわかってます。わかんないんだけど、これやったらいいのかな。ほら、モノクロでクソなんだけど、ほら、これ、マジでかくない？これだよ、これ、これ口内炎。掘り深。っていうのがあってね、今これぐらいがいい。で、ここにあるからやっぱめっちゃ痛いのよね。で、このね、薬あるんだけど、病院のデキサメタ、うんうんってやつ、あ、違った、デキサメタゾンかな。これはさ、口の奥とかにあればあれでまだいいのかもしれないけれども、これこれ、この薬をさ、ここに塗ってもなんかこう喋ると落ちちゃうんだよね。なんかそう、取れちゃうから問題点で、なんか最初はなんかここに口内炎できてるのは知ってたんだけど、なんか最初って大したことないじゃないですか。口内炎って大したことないな、いけるわ、この位置って染みないんだみたいな、ふーんみたいなテンションで放置してたの。まあ勝手に治るっしょみたいな。そしたら驚き桃の木、山椒の木。そうなの、油断しちゃってでっかくなっちゃったの、口内炎がでかくなっちゃったって言って、ほんとね、そうなの、成長し始めたんです。最初気にならなかったのに、この今下の歯がと下の歯とこの口内炎が擦れるんだよね。だからマジ痛くて、なんかこうやって喋らないといけないんですね。そう、それでさ、聞いてよ、今日さ、めちゃうまラーメン取ってきたんです。めちゃうまラーメンでさ、ネタバレするけど、めちゃうまラーメン調査隊をしに行って、まあ、そのラーメンめちゃうまだったんですよ。大ネタバレ。一番知りたいところに大ネタバレ。だけどすっごい染みてね、もうってなって、なんかでもまだなんか、なんていうかな、もっと染みるものがあるから、だし、まあ、なんていうのかな、
なんだろう、一番締めるのはなんかオレンジジュースとか梅とか梅干しとか、なんかそういう刺激物の方があれなんだけど、そうそう単体目だったら終わってたね。だけど、まあ、なんかそんなにこう刺激がないラーメン、優しいラーメンだったからまだ良かったんだけど、もうやっぱどん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 いってーみたいな。でも最初は美味しいが勝ってたの、めっ美味しい美味しいもぐもぐするするっていけてたんだけど、なんかどん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 やっぱりさ、こうなんていうの、こいつも主張してくるわけだからどうしようと思って追い越してきて、やばいでも負けたくないみたいな、なんか自分と自分が戦ってるみたいな感じで、もうどうしようどうしよう助けてみたいになってそれでなんかもだえてんだか美味しいんだか わけわからんみたいなのを言われたくらいにしてなんていうの、こうもだえるほど美味しいみたいな時あるじゃないですか。だからそういうことをしてんのか、あのうまいんだか痛いんだかどっちなんだみたいなこと聞かれて、いやでもマジで美味しかったの。そう、あのずっと口内炎でさ行くのやめますってさ、ちょっとさ自分どうなんって感じじゃないですか。そのずっと前からお願いしてたの、その場所に行くこと決まっていて、お邪魔することも決まっていて、でそれでちょっとでクソデカ口内炎ができたんで、あのちょっと行けないですみたいなさ、嫌じゃん嫌じゃないですか、そんな自分嫌いすぎる、うん、行くしかないでしょ。そうなの、だからね悔しくてね、だから、まあ、まあ自分には勝ったいやそう、なんかなんでこんな小さいくせにさ、いやでかいんだけど、なんでこんなやつにさ苦しめられなきゃいけないのこの数日間と思って、腹立つわと思ってね、なんかすごいもう液体歯磨きで治る、そんなことできませんそんなおっかないことできませんしかも何液体歯磨きって、家にないし、そんなのじゃあうがい薬でもありませんなんかあれ臭いもんな普通に嫌だ、本当にやめてよなんていうの、分かりに深い、なんか違うんだよ、あのさ私口内炎マジでできるんだけど、でもやっぱり女性って本当になんかこう何かの変化とかホルモンのバランスがどうだとかにもう本当に敏感なの、もう本当に嫌なの、だから口内炎マジでできんの最近、もう本当に嫌なの、もう困ってんのだからかわいそうだねよしよしって言っててほしいんだけど、まあ、正解はこれっていうのがね、そうそうチョコラ BB 飲んでる、チョコラ BB っていうかここからファインに売ってた自社ブランドみたいなやつのプレミアムってやつを飲んでる、うん、ちゃんと飲んでるよ、分かってんだよ何回もできてっから何回も口内炎はできてるんだ、でももう痛くてしょうがないの、もうだからさ飲み物もつけらんないから当たり前だけど、水入れてんのにこうだよって今喋ろうとしてるのこうかよ、こっちで飲んでるの、こう溺れるかと思った今
本当にさ、私さ、もうボケてんだよね。なんかもう本当にやばいの。配信する前に、なんか配信だからストローさして配信しようって思ってたのに、忘れていました、ストローの存在。おかしいんだよね。もう引き出しの中にストロー入れとこうかな、100本入りぐらいのやつお菓子をたくさん食べると口内になる。お菓子はそんなに食べていません。ラーメンも別にそんなに食べてません。食べてるけどお菓子はマジでそんなに食べてない。いや、なんかそんなさ、犯人探しをやめてください。私の何を知ってるんですか私の体内の何を知ってるんですか違います。そんなにのことないです。やめてください。食べてますから、キャベツとかさつまいもとか食べてますから、やめてもらっていいですか、そのラーメンの風評被害みたいな昨日パパがさ、私さ野菜好きじゃない、前好きじゃないけど食べてるよ、で野菜好きじゃないんだけどさ、昨日パパがなんか夜ご飯作ってくれて、パパの夜ご飯って美味しいのね。だからさーで何かなーってこうやって見たら、パカって出たのがさ、ズッキーニとパプリカとベーコンとウインナーと、なんかあと草みたいなののペンネ、ショートパスタ、トマトのが出てきて、はにゃってなったのはにゃってなって、え、これアユにアユのいじめって言ったのこれ何、アユへのいじめって言ったのなんかそう、あんまりこう、なんていうかな、味の主張が強い野菜が食べられないのよ、苦手なのね。だから例えばこう、やっぱピーマンとかさ、ピーマンとかあとは人参とか、結構その味がしっかり煮込んでもさ、その染まらないようなものたちが苦手なんです。だから白菜とか、そうゴーヤとか、あの白菜とかキャベツとかもやしとか、そういう、あと玉ねぎとか、そういう染まるようなものはすごい好きなの。そうそう、主張の強い野菜、香り強めもそうだね。パクチーも苦手ですね。いや、そうそうそう、自我がすごい野菜が苦手で、いやもう自我祭りんってなってだからもういじめと思って、食べれないの知ってんのに何なんだと思って、ウインナー食べればいいじゃんとか言われてってなって、だから本当に私昨日ペンネ、ショートパスタ、ペンネとあのウインナーをだけもこうやって食べて、であと横にあった枝豆を一生こうやって食って、枝豆、パスタ、ウインナー、パスタ、もうウインナーないじゃんみたいな、いっぱい入れたけどねみたいに言われて、でママも、え、ウインナー全然入ってなくてみたいな、あゆが食べたんじゃないみたいな、はみたいなこと、またこうやってこうやってしかもなんかさ、なんかあのパンが置いてあるの横に、あのフランスパン、ガーリックトーストみたいな、トーストじゃねえわ、ガーリックフランスパンみたいなのが置いてあって、しかも口内炎できてるんですよ。なのに口内炎できてるんですよって見せ方マジやばいね口内炎できてるんですけど、これを避けながら、あのさ、フランスパンなんか刺さるんですよ、硬いから、あの硬いじゃない、覆われてる部分が、あの皮って、なんていうの、あのその辺が、だからもうこれをもう避けながらボリボリ食べて、だってあのショート、あのパスタの中のパスタと、しかも短いパスタと
ウインナーかっこ少量しか食べられないから、もう本当になんかもう枝豆とショートパスタとウインナーとフランスパンをもうなんかもう4切れも食べて食べすぎ余ってたからもう食べちゃうとも食べてそうっていう話を何でしようと思ったんだっけなそうでも野菜がね苦手だから、まあ、口内炎できんじゃないのって言われたらもうギクッとしか言えないんですけれどもそうちゃんと野菜食べてるって言いたいんだよ、食べてんだもんだって別に本当だよ、うん、私の得意料理はポトフですから切って入れるだけはん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 ポー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 できたウインナーマジ入れてるはい足りない栄養サプリだから買ってきたんだよ、あのここからファインで売ってる自社ブランドのチョコラ BB みたいな口内炎にって書いてあるやつ、はい、飲んでです、やがましな痒くないの、あイヤホンだった、なんかここにいて痒いなと思ってなんかピッてやったらイヤホンでした、そうで、なんかさっき忘れん坊の話したじゃない、そうストローをさ持ってくるのか刺すの忘れた話をしたんだけど、今日私さカメラ持ってったんね、ラーメン撮るから、そしたらさパカッて開けたらさまたさ SD カードが入ってなかったなでも私さ何回やるのこの OS カメラのメモリーカード入っていません事件お店に着く前に気づいたのだからセーフだったんですけどパパに貸してもらった、いやマジでやばい、本当にやばい、買いたくないし、しかもありすぎて SD カード、このミスやりすぎて、なんなの腹立つ、そうなのよかったんだけど、もう SD カードがなくて、もう私最近びっくりすることとかがあるとハニャって声が出るんだけど、もうハニャも出ませんでした、えでも自分にはもうびっくりですよね、もう忘れん坊やがひどいんですよ、もうすっごい SD カードいっぱいあって、今さこれ SD カードのケースなんだけど、 SD カードいっぱいあってってこうやって見せようと思ったらさ何にも入ってなかったないやん一枚もないやん、どこ行ってんの私の出かけすぎてるよかったこれどこ行ったの、もう怖い、なんでないの、もうやだあの私も今びっくりしていて、だって入ってると思った、何大丈夫、入ってると思ってたものが入ってなかったんですよ、私です一番びっくりしてるのだからちょっと配信終わったら SD カードを探さなきゃいけないですね、これはにゃ捨ててないよ、さすがに捨ててない、さすがにやめてもらえます、そのさ誰だと思ってるんですか、忘れん坊やのあゆ太郎です。あゆ太郎はね、忘れん坊やではありますけれども、ゴミ捨て坊やではないんです。
でもね、その忘れん坊やでも私できることが増えてさ、ちょっと配信で見せようと思ったんだけど、またこの机に持ってくるの忘れたからちょっと待ってて はい、あゆたろんぬね、聞いてよ。ただいま、ただいま。あゆたろんぬ最近でかちゃん最近、あゆかちゃん最近かわいいなんかデスクを机を目指してるのだけど、でね、まあゲーム配信とかもしますわな。で、編集とかもします。だからパソコンがあるわけですね。で、一番なんか可愛いの売ってないなみたいな、可愛いマウスパッドマジでどこにもないなみたいな、その自分の好みのねマウスパッドが全然見つからなくて、なのであゆ太郎ひらめいちゃったんです。ああ自分で作ればいいかでね、ですね、今回普通に何の案件もないです。普通に調べてカチャ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 マウスパッド、これなんちゃらかんちゃらって、自分でデザインをしてね、あ、これ売らないです自分で作ったの。え、可愛くない？これのマウスパッド、これすごくない？これ自分で作ったらなんか結構いい出来だったいや、そう、でかいの可愛くない？デザイン全部自分、すごくない？調子こいてここにAYTR っていうのを入れてみましたタオルじゃないよ、ちゃんとほらアイドルグッズのマイクロファイバータオルと同じにしないでくださいすいません、こうじゃないですからやめてもらっていいですかうん、これめっちゃ良くない？なんか自分が使ってるゲームのマウスパッドとそんなに大差ないなみたいな感じで、めっちゃいいじゃんみたいな感じでね、作ったっていう自慢ですその画像データ作ってください。そんな無料配布するわけないでしょうかでもなんかこう、もしなんかね、自分の机と合わなかったりとかしたらさ、プレゼントしちゃえばいいなって思ってたんですよ。合う人はいるだろうから。で、これ作るのに4000円くらいかかったんですけど、でも4000円ならもういい、作れるならいいやと思って、もしあれだったらプレゼントしちゃえば OK と思ってそう、これ自分で作ったの。4000何百円とかって気がする。いや、そう、これいいよね。
そば食べながら作りました、これ。嘘です。そばの注文待ってる時に、料理届待ってる時に作りました、店で。意味がわからない、本当に。そう、デスクトップツアーができたらいいよね。はい。最近なんか肘置きとか欲しくて、肘置きはこれは自分で作ってはないです。自分で買ったんだけど。 こういうこの辺とかを、手首のここら辺とかを、支えるクモのやつをアマゾンで安いのを買いました。アームレストっていうんだ。ちょっとね、わかんないんだけど。クモちゃんかわいい。クモちゃんかわいいよね。これをね、見せたかったんだ。 でも、まあ、グッズ買ってコメント今ね、してくださってる方いらっしゃいますけれども、そんな簡単にできないじゃん。 だし、マウスパッドってなんか、まあそりゃさ、そのデスクワークする人もいればしない人もいるじゃん。だから、まあ、グッズにしづらいというか、なんかそれこそ今回の自分の生誕祭の時とかにもマウスパッドとか、あとは卒業する時も考えたかな。でもやっぱそういうね、ところがあれで作られなかった気がする。 卒業の時もね、作りたいなって思ってたんだよな、確か。だけど自分の顔のマウスパッドいらねえみたいになって。 飾っても可愛いよね。私は大きいのがいいなと思って。で、なんかここの部分にキーボードを置くとすごいちょうどよくてね。ああ、与太郎ってやっぱ忘れ物とか激しいけど、天才肌なんだなって思いました。はい、って思いました。 顔じゃない方がいい。私の顔でマウスグリグリはちょっと、確かにね。 はい、ありがとうございます。いつか大人気者になって、私さ、自分のゲーミングデバイスブランド作りたい。 いつか売れっ子になったら、ちょっとね、女の子に厳しすぎるゲーミングデバイスが、なんか可愛くないの、可愛いのが欲しいのよ、もっと女子は。だけどやっぱどうしても真っ黒とか、まあ最近は白があるけど、別に白で我慢してると思う、なんか白で満足すると思うなよって感じなのね。 私からしてみれば。最近は白のパソコンとか白のデバイスとかも増えましたけど、白で我慢すると痛い思うたよって 思うんです。ですから、なんか可愛い柄とかのも作りたい。ないんだもん。だから、でも私はもうずっと言ってんだ、ちいかわとロジクールコラボしないかなって。 でも本当にないのよ、マジで。こうで、なんかピンクで鼻つけとけばいいんでしょみたいな、なんかキーボードとかマウスとかもちょっと嫌なの。鼻で満足すると思うなよ。 全女子がピンク好きだと思うなよみたいなさ、似合わなくて泣いてる女子もここにいいんだぞみたいな。そうなの。
女子も今さ、ゲーム人口増えてきてると思うからさ、そういうのがなってほしいんだよね。うん、水とか欲しいよね。わかる、水とかさ、ちょっと薄い紫とかさ、なんか欲しいよね。うん、できると思う多分。言ったら言ったら自信なくなってきて、多分とか言って。っていうのに紹介したかったんだ、これ。なんか少しずつゲームのデバイスとか、なんかモニターもなんかずっとずっと使ってるものがあって、だからちょっと1台買い替えたいなって思ってるのがあって、ディスプレイポート刺さらないし、ちょっとパソコンとの相性があれで。夢は言っていこうが叶う。そうなの、確かに。じゃあいっぱい言ってこうかな。あとはあとはもっとなんかゲームのお仕事もしたいし、ラーメンのお仕事もしたいし、競馬のお仕事もしたいな。今日あと嬉しいことがあってね、マジで一瞬、話全然変わるんだけど、マジでちょっとだけゲームセンターに行ったの今日、ちょっとだけね、時間もなくて。でなんかちいかわのうさぎっていうキャラクターがいるんだけど、うさぎ、ちいかわと、そもそもちいかわのシリーズとトミカってあるじゃん、トミカがコラボしてて。でそれのうさぎが欲しくてね、おいっ子が。で何回かやってたのよ。で取れなかったので、諦めてどこかに売ってるんじゃないとかもなんかこう言って、なんか励ましたりとかしながら、もう慰めたりとかしながら、まあ、なほらなんか見つけたら買ってくるからさみたいな、買ってあげるからさみたいな話もしてさ、こう帰ろうとしてたよ。帰りの出口に向かってたら、女の人が、若い、私より年下なのかな、分かんないけど、さっきこれやってましたよねみたいな。で、あ、やってましたみたいな。だからなんか取れちゃったから、あげますって言われて、ね、くれたの。え？ってなって。いや、いいですいいですみたいな、取られた方が使ってくださいみたいになって、いや、いいみたいな、いやでもすごい頑張って取って、なんか頑張ってんだからみたいな、でも全然私なんか好きじゃなくてもはやみたいな、すごいなんかそんな感じで、なんか楽しく会話して、なんかじゃあなんか取れた分のお金払いますみたいな言ったら、いらないですいらないですみたいに言われて、なんか優しい世界でしょ。そう、なんか女性の方がねくれたのよ。なんか優しい世界と思って。そうなの、良かったことがあったのよ。そんなこともあるね。そうなの。でも私ゲームセンターの YouTube に出た時にも、なんかちっちゃい男の子がピザのボールペンくれたとかもあったね。そう、女装した俺
違ったよ。でもね、そういうのがあったんだけど、何回かね、このあげますサプライズイベントはね、私何回か発生したことがあって、なんかちょっと前にもゆかちゃんとだっけな、あ、友達だわ、あの普通の中学の友達と一緒にカービィ取ろうとしてたら、カービィ取れなくて、まあいいかと思ってたら、なんかあのこれあげますって言われて、そういうのよく、なんかよくはないわ、別にちょこちょこっとたまーにあるんだよね。でも今日のはね、なんかすごい嬉しい出来事があってね、あの配信で喋っちゃった、今配信で話したくなって話しちゃった。いや、そういうこと、口内炎もできていたいけどいいこともあったと思ってね、うん、嬉しかったです、うん、ゲーセン通い始めると落とすのがメインで物はいらないって現象が起きてくる。やめな、もう家に UFO キャッチャー置いた方が早いんじゃないの。それもその置いた方が安いんじゃないの、あなた。うん、いやー、でもまあそういうなんかこう欲しい感じ、あげ、なんかね、取りたくなっちゃうのはめっちゃわかるけどね。うん、で、あのマリアは、うちのマリアっていうワンちゃんがいるんだけど、その子、今年の何月だっけな、2ヶ月前くらいかなにガンが見つかって、今その抗がん剤治療をしてるんだけど、抗がん剤治療が3回目かなだったんだけど、あのね、今回もレントゲン撮ってもらったらどこにも転移してなくてよかったって感じでした。ねえ、よかったって感じでね。そう、大変なのよね、大変は大変。いや、そう、よかった。そうなの、まーちゃんもう今年15歳かな。まーちゃんは大晦日が誕生日なんだけど、そう、最初がんが見つかった時にこの辺に、人で言うこの辺、なんか口と口の中と口の間みたいなに腫瘍があって、でリンパが近いからリンパも転移してる可能性あるって言って、手術の時にリンパも取ってもらったんだよね。で検査出してもらったらやっぱりリンパにも転移してて、で抗がん剤するしないとかの話になった時に、あと3ヶ月持つか持たないかみたいな話もされて、なんかでもすごい元気なの、本人は、本件本人は本人はすごい元気なわけさ。だからまあ人間のエゴでもあるかもしれないんだけど、そう、3ヶ月って言ってたのがね、レントゲンとかでも、ね、何も転移してないのが分かって、よかったと思って、余命3ヶ月って言われてたのがこう伸ばすことができて、今も元気でいてくれて、はあ、よかったっていう感じ。ワンコちゃん、なんか特にしんどそうな感じはなくて、それも良かったと思うばかり。
今さ、やっぱワンちゃんの話してるとさ、こう、なんていうの？こう落ち着いたさ、テンションにさ、なるじゃん。それもそうなんだけど、口内炎がマジで痛くなってきて ねえ、マジで痛い。もう本当に痛い。もうどうしたらいいの、これ。これ。もう本当に痛い。でも、同じ感じ、同じ。だってさ、こんなでかいんだよ。本当にでかいんだよ、これ。あんたちっちゃくなる気ある？みたいな 感じなの。本当に痛い っていうかさ、でもさ、なんかこう口の中にさできるものってさ、比較的治りが早いみたいなイメージあるじゃないですか。でも口内炎ってさ、マジで治らないですよね。何なんですか？口の中にいるくせに。口の中にいる分際で。おかしいよね。だって、口の中にいるんだよ。口の中に邪魔しに来てる分際でさ、何なの？ポン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 。そう思わない？こう、ちょっとさ、こう歯で噛んじゃったとかさ、あってもすぐ治るじゃん、比較的。マジで痛いの。でも今日もうこうなってるかも、喋れないでも。何にも言わないでこれだよ、もう。つまり何が言いたいかって、限界ってこと どうしよう、これ。もう限界が、こうやって喋ってたらいいんだけどさ こうやって喋ってるわけにもいかないじゃないですか 口もでかくなりそうで嫌だし、普通に。じゃあ今日10時41分に始めたから、11時40分、41分やったら終わるね。あ、そう、あさってオンライントーク会がありまして、 なんと土曜日のオンライントーク会は浴衣を着まーす。イエーイ。やったー。はい。やったー。夏らしいことをなんかみんなに見てもらいたいなーみたいな感じでね。なんか一人でも着れるような浴衣を ネットで探して見つけて、夏のなんか楽しい、なんかみんなと夏の楽しい思い出を作れたらいいなと思いまして。思いまして思いまして
なので、あさってまだ枠あると思うので、お暇な方は、ぜひ、浴衣ゆうたろうに、と、おしゃべりしてください。みんなは別に、なんか私が、こう勝手に言ってるだけといえば勝手に言ってるだけだから、いつもの普段通りの格好でも全然いいし、なんかむしろもうそうだと思ってたから、どこかで、サブスクとかで先にお知らせしたんですけど、その時はなんかこう「僕も浴衣じゃないといけないの？」みたいな、「浴衣持ってないよ」みたいな声もいただいたんですが、全然 みんなはいつも通りで大丈夫だし、もう着たかったらっていう感じ。着たかったら、浴衣なりジンベエなり着てくれたら、私もそりゃそりゃ嬉しいけれど、全然自由に描いていいぜって感じで、自由にいてください。 好きな格好してください。私も好きな格好でよかった着るから。そういうこと言うと振りにしかなんない。なになになに。何が？好きなの着たらいいじゃん。好きなの着なよ。これが僕の好きな格好ですとか言って、服、T シャツなんか脱いでますとかはやめてくださいね。あ、知りませんって言ってバイバーイってなっちゃうから。 そういうのはやめてください。そのいつもの感じで、感じていてくれたら嬉しいですね。はい。そう。じゃあ、この空の白ぶどうはね、あんまり染みません。キティちゃんのポップコーンって売ってるじゃないですか。キティ、こんにちはーってやつ。 キティはみんなの生き物みたいな、なんで一番怒りんぼーみたいなやつ。みんなとキティと一緒なの、なんで優しくなっちゃうなーってやつ。知ってますか？ 出来たてのポップコーンはいかが？キッティーはみんな出来たてのポップコーンはいかが？ってやつですね。はい。サンリオとかにあるね。キティちゃんのなんかこう、回してやるポップコーン。あれ食べたらね、一番痛かったです。それを食べてね、こうやって。そしたら、ポップコーンと間違えて口内炎噛んだのね。もう、その時マジで死ぬかと思った。しかも塩味。ってなりましたね、本当に。いったと思って。そうなの。そのガリってやったせいででかくなった説はマジである。だってその時セーフだったもん、まだ。うまーと思って。痛かったよ、本当に。マジで痛かった。 本当にやばい。鼻かゆい。 でも、あゆ太郎のもう今日、ここ最近の、引き出し話あるわ、まだ。荻野ゆかまると、サモエドっていう大型犬のサモエドカフェに行きました。そういえば、その時はまだ口内炎はひどくなかったです。でも、レモンのパスタ食べたら痛えなって思ってました。はい。大きな白い犬、そうそうそう、荻野ゆかまると一緒に行って、
超可愛かったね。超いい子だった。犬コロたち。いや、そう。私さ、そのサモエナっていうワンちゃんは大型犬なのよ。だからもう2、30キロあるんだよね、1匹で。もう人ぐらい。だけど、私、大型犬と、に、を飼ったことがないからさ。で、大型犬も別になんかこう、身内とかで飼ってる人もいないし、大型犬をさ、抱っこする機会っていうのがマジでなかったの、今まで。まあなんかちょっと触るとかはさ、まあなんかどっかにいて、なんか、公園にいて触る、ちょっと触るとかなんかもあるかもしんないけど。あ、そう、ひなたのロンは会ったことあるんだけど、もうそれぐらいみたいな、ほんともうそんなぐらいの勢いで、マジで大型犬と縁がないからさ、まあ基本そんなにある人いないとは思うんだけど、もう飼ってる人以外でね、そういうのはあんまないと思うんだけど、もう初めてさ、抱っこしたの。重っと思って。重いし、なんか、すごい、でも重いんだけど、やっぱその、なんていうの、重さとイコールの幸福感 がえぐくて、みたいな、もうなんか、幸せ みたいな 感じで、マジで可愛くて、わかる？いや、そう、マジでね、なんか白いモフモフの犬可愛すぎるなってなった。飼いたいけど、なんか飼ってみたい気持ちはあるけど、小型犬とかだけでも、小型犬、中型犬でも大変なのに、大型犬、やっぱ大型犬はさ、やっぱその、なんていうの、男性とかがさ、こうお散歩行ったりとか、なんていうかな、こう何かあった時とかにさ、やっぱ私のこんな 非力なさ、非力非力では大型犬は無理ですわなーっていうね、感じだけど、うちのママも引っ張られてなんか飛んでくんじゃないかな ねえ。で、何かあって病院連れて行く時とかもさ、多分絶対大変じゃん。パパもぎっくり腰なんじゃないかな そうそう。ああ、でかい家とかね、なんか裏が畑とかね。そうそう、だからまあ現実味はないのだが、現実考えたら、いや、すごい大型犬いいなとなりましたね。やっぱちょっとはこうテンション上がって動いた時のなんか躍動感みたいなのもすごかった。おおみたいな え、マジで可愛かった。ゆかちゃんはずっと喜んでた。で、これちょっと写真撮ってた。で、帰りになんかペットショップをただただ見たんだけど、なんか なぜかサモエドじゃないちゃん、茶色いポメラニアンの前で張り付いてました。え？みたいな。いや、かわいいけど、みたいな。かわいいし、茶色いプードルには、こしゃって言ってました。元気。元気でウケる。元気で面白かった。ね、そう、でも犬好きだからね、うちら。そう、楽しかった。やっぱ寝てたりするのよ、ワンちゃんの。で、おっきい肉球のおててがまたたまらんかったですね。いいよね。
ていうのを最近あったわ。ゆかちゃんとそれに行った。くらい、もう近況報告は。あと何かした？あとなんか話すことあるかな？マツパに行ったぐらいですね。でもみんなはあれ大丈夫ですか？台風は。サンサン。もうテレビでさ、テレビつけたらもう全然違う様子がさ広がっていてさ、九州だっけ？九州の方だっけ？鹿児島とか？九州に上陸したのか。でもその九州だけじゃなくて、どんどん今なんか西から東へみたいな感じなんでしょう。 なんか知り合いのメイクさんとか、明日台風で仕事なくなったからツムツムするわって言ってたもん。 意味わかんね。 ツムツムやらないって仲良しのメックさんに聞いたら、 やろっかなって言ってて、明日仕事なくなってなくなったからツムツムするわって言ってた。 一生ツムツムするって言ってた。ね、ハート足りるか危うい。なんかでもそういう感じでさ、そのメイクさんどこで仕事するんだか、仕事したんだか分かんないけどさ、結構その今九州にいる台風がいるからといってさ、その九州の人たちが今一番心配だけど、他も雨だったりするわけですからね。大阪に旅行中のバイトの子が帰れない。帰れないんだ。新幹線とか飛行機とかが止まっちゃうとか、そういうやつ。台風のせいで頭痛くん、だから私昨日頭痛かったんかな。今日はなんかなぜかイケてるけど。新幹線止まってんの？みんなは大丈夫？みんなは平気？備えあれば憂いなしと言いますからね。なんていうの？なんていうのかな。備えていれば憂いなしです。ごめんなさい。ごめんなさい。そのままでした。備えあれば憂いなしということは、備えあれば憂いなしということですからね。やって損ないから、こういう時に。意味なかったとかも意味ない方がいいんだから。だからね、こう無理なね、お出かけとかは控えてね、あゆちゃんとね、配信やね、トーク会でね、話しましょう。 でも本当にガチでやばい人とかはもう避難とかもちゃんとしなね。意味なかったで笑えるのが一番いいからね。いや、やばかった。なんか竜巻起きたよね、朝。びっくりしたわ。停電ね。やだね。
停電やだな。うん、私あれ持ってんだよね。ソーラーパネルと、なんかソーラーパネルみたいなのがついてて、で、手巻きもついてる、バカデカモバイルバッテリーを持ってて 私はそういうのちゃんと持ってんのよ。ライトもついて充電できるみたいな。で、そのモバイル端末を充電できて、まあ、電気がなくなっても、なんかこうやって頑張って、こう太陽をこうやって太陽の光を集めてしゅ、充電とかもこうやって、クレーンゲームじゃない、ちゃんと高いのをアマゾンのプライムデーで買いました 結構前に買ったよ。うん、袋に入ってる。ちゃんと袋に入ってるよ。何袋に入ってるって。うん、こういうのは安いの買っちゃだ、よくないかなと思って、ちゃんとしたのを買いました。うん、充電してあるよ。うん、とか保存食もあります 残念でした。お水もあります。残念でした。されてません 好きないのよ。はい、任せてください ちゃんとしてますわな。うん ないことをの望んでるわけ、どういうこと？別にないことを望んでるわけじゃない？どういうこと？ああ、みんながね、そういうことね。置いてある場所覚えてるよ でもこんなこと話すんじゃないと思うけど、一番困るのはお手洗いの汚い場所でお手洗いするのが結構ストレスなんだってさ こんなこと話すもんじゃないかもしれないけど、だから何ていうのかな、組み立て式のお手洗いが売ってんのよ そうそう、そのいろんな人がいっぱい使う仮設トイレとかさ、大変みたいな、そうそう、簡易の組み立て式の、おトイレがあるんだって。はい、そういうのもなんかあった方がいいってうちの姉ちゃんが言ってた 私マジ詳しいよ。災害大嫌いだからね みんな嫌いだと思うけど 私ね、マジで災害嫌いだから、もうみんなも嫌いだと思う 災害好きとか言うのか、そんなバカいないと思うけどさ 私ね、私非常時考えすぎちゃう人間だから、そういうとこは考えすぎでよかったなって思ってる部分はある。うん そうそう。あとはなんか非常食はなんか甘いものがあった方がいいとかもなんか言うよね。でもなんかさ、保存効くやつがさ、羊羹なんだよね、売ってんの。羊羹かーってなってんだよね だけどなんかこう乾パンとかさ、缶のクッキーとかあんじゃん、もさもさのかーみたいなさ たけのこの里とかが保存効いてほしいんだよな なんていうの、きのこの山とか そうなんだ。しょっぱいのも多い。なんかそういう親しい食べ物。ああ、ドライフルーツね。はあ、なるほどね。そう、なんか。チョコあんだ。でも何にもない時に羊羹食ったら絶対うまいだろうな、あれ。
羊羹買おうかな。何にもない時に羊羹食べたら絶対美味しいでしょ。ね。甘さのもうハイクラスみたいなもんだよね。絶対美味しいわな。安心したんよね。だから今結構さ、8月頭に地震あったりとかさしてたじゃないですか。なんかこう保存の効く5年水とかさ7年水とか売ってんじゃん。あれアマゾンも届くの年末とか秋とか 10月末とかそういうのがね多いみたいですよ。米もマジで売ってないけど、水そういう今の時期マジ米売ってないらしいね。 保存効く水も売ってないんだよな。ね、そう4ヶ月待ちとかね。米は去年豊作じゃなかったからだし。でも今年は豊作らしい。 そう、去年もなんか雨とか台風とかあったみたいで。いや、そう。あちきは大丈夫なんですかって思うと思うんですけど、あちきはふるさと納税の 米で 米や米に困らない県ですので なんか茶色い袋から米が出てくるよね。米だよーばあちゃんが。とかふるさと納税の米とかのやつで ありがとうございますみたいな感じですね。米好きだからね。いやでもだとしてもマジスーパーに米売ってないって言ってたよママが。NGT の米 最強じゃん。 NGT ファン最強じゃん。え、米は推しからもらうんだよ。 めっちゃいいじゃん。 推し買わないよ。 スーパーで買わないよ。推しからもらうんだよ。 おもろすぎる。おもろ。いいね。ずっと続きますように。なんか出たんね。一瞬の花火みたいな。終った、ごめんなさい。だって聞いたら分かんだっけ、聞いたら。聞いたら分かるんだけど、間違えちゃった。いや、聞いたもん。聞いて、桃太郎食ってたでしょ。 聞いてる、聞いてる。そう、エモい感じのやつだよね。 いや、そう、すごいこうエモい感じの曲調で、切なげな儚げな曲調ですよね。聞いたもん、サブスク出た時に。 で、衣装はこう花火の感じの衣装ですよね。センターは3人ですよね、知ってますから。恋はまるで遠い花火ですよね。ほーら。ほら。大丈夫ですよ。貸してください。ありがとうございます。
多分知ってるから、多分知ってるよ、うん、頑張れと思って応援してます。あ、本当本当に応援してる。から NGT も私のことを応援してください。デジタル写真集も出ましたからね、はい、お願いしますよ、うん、見ましたか、デジタル写真集は見てくれましたか、どうなんですか。みんな見た？買った？ありがとう。本当にありがとう。LR ともにありがとう。じゃあ見てない人におすすめするとしたら、どんな言葉を送りますか？みんなは送る言葉、どうですか？みんなならどんな、どこに注目したらいいとか、特典動画が意外に長くてよかった。特典動画長いんだ、私特典動画見てないんだよね、どんなのか不安なんだけど大丈夫そう？そういう動画も YouTube に上げようと思ってる。普段と違ったゆたろうが見れる、はい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 。大人のあゆさんが何度見れちゃいます、確かに確かに。本人見てない、見てないんだよな。漏れ出て大人のあゆ太郎が見れる、いいじゃん、あゆ太郎沼最高。あとはあとは嬉しい、漏れててって言ってくるの嬉しいな。結構ドキドキしますよ。へえ、確かに。なんか普段着ない格好とかもそうだけど、なんかシチュエーションがなんか今までと違う感じが出ててね。私はなんか一番ドキドキするのはじゃないかなって思うのは、まあ私はメイドさんだと思うんだけど、みんなはどれ？私メイドさんだと思うんだけど違うかな。いやでも、なんだろうね、テニスのやつとかかな。あ、シャワー、女戦士、そうなの、全然違うな、やっぱ人によるな。ピンヒールのサバイバルブーツが歩きにくそう。歩いてないけどね。撮影が終わったら脱いでスリッパ履いてました。全体的には L の方が好み。なんか靴履くの大変だった記憶がある。なんかゲーマーの休日っていうタイトルでいろんな、なんかまあゲームが好きだから、私ゲームこうゲーマーのに寄せたグラビアをしてるんですけど、だからまあそういうのと近しいコスプレのような衣装も着たりとかしていて、だからそれが女戦士のコスプレとか、あとはこう敵を倒すゲームとかやってるからか、ミリタリーなこう銃を持って、なんかでもそれもちゃんとグラビアになってるんだけどすごいよね、とか、なんか定番なメイドさん来たりとか、あとは普通にゲームしてるあゆ太郎とか
なんかそういう結構バラエティーに飛びまくった、普段のねグラビアじゃこんな格好しないだろうなっていうのがいっぱい出てるのが今回のデジタル写真集のいいところ。水着は水着なんだけどね そう、がいいとこなのかなって思うので、ぜひまだ見てない方はチェックしてくれたら嬉しいなと思います。11時40分までするって言ったらもう57分、58分になっちゃったよ。で、今日の配信はこれぐらいにしようと思います。楽しかった？本当？ではライブランキング13位、ライルタルさん、12位ひねひでさん、11位タスクさん、10位まさひろさん、9位オーシスさん、8位おたけさん、7位エムデンさん、6位ケイさん、5位ユシキさん、4位ハチさん、3位ハムちゃん、2位 JT さん、1位ポポロさんでした。ありがとう。みんなこれスクショして で載せて、久々に。